怖っ。いや、怖いよ。もうなんか、完全にこれやばいやつやん。ね。今からやべも決めるってやつやん。そうだよね。キリキリちょもちょも。キリちょもちょも。今日はいい日だね。まるちゃん、いい温め。言えない。くるぶしです。まるちゃん、いいあだ名だね。長男です。はい、オッケー。グダグダすぎる。いや、でもいいよ。あだ名って言いにくいな。あだ名確かに。ちょっと前に、エッチが100倍楽しくなるシート。うん、やりましたね。やったね。結構なんかもう懐かしい感じが。そうね。この商品を、知るきっかけになった、うん、ネット上でバズった商品、うん、やっと買えました。これじゃなかったの？ 3 種類あるんですけど、うん、これではないんですよ、バズったのは。あ、そうなん。はい。たまたま、うん、メガドンキ、カンナナ梅島店でですね、見つけましたんで、早速、買ってまいりました。もうええって買わんで。紹介しましょうか。はい。はい、お願いします。ちゃん、エッチが100倍楽しくなるサプリえい。あのさ、はい、前回のこれね、はい、これはシートやって、まあ、使用方法は行為の前に内包されているシートで局部を優しく拭いてください。男性女性2人で同時に使用すると効果が増幅され、うん、エッチが楽しめますと、うんうん、楽しめるどころかさ、うん、ただただ局部が熱いっていうそれのサプリ？サプリでやめましょう。大至急。これずっとこれ探してたんだけど、ずっと棚が空だったんですよ。へぇ。今日は6個ぐらいまだあって、早速こちらをですね、どんな商品なのか、まずちょっと、開けてみましょう。はい。箱ちょっと読んでいいですか？はい。ワクワクドキドキアドベンチャーエッチが100倍楽しくなるサプリ一人でも二人でも熱く激しく燃え上がる。だいたい一緒やこれだいたい一緒やだいたい一緒ですか。だいたい一緒、だいたい一緒。この、うん、あの絵がですね、新宿とこに走ってる、そうね、バニラの顔。バニラ、バニラ、バニラ。待って、これ自分たちのカバー動画。裏を読みますね、うん、じゃあ。飲むだけで簡単、うん、これでエッチな気分になっちゃう。あ、これはなるんや。気分に、気分になる。こっちはエッチが、これは楽しくなるやもんね。そう、燃え上がって、これここが大きく違います。はぁ、はい、で、速攻燃焼系サプリメントで夜が燃え上がる瞬間着火で完全燃焼注意書いてあるね。注意原材料がですね、ガラナエキス、そしてデキストリンデキストリン、俺ら買うものを買うものに入ってる。デキストリン、デキストリン、ほんま。じゃあ開封して、ね、うん、あえてチョモちゃんにちょっと入れます。はい、お願いします。あ、普通になんか危ねえ薬みたいなの出てきましたよ。やべやべ。だって裏、栄養補助食品って書いてるよ。ほら。普通の薬、完全に。あ、ほんとやね。うん。一粒にしとこうかな。ちょもちゃんさ、そんな、うん、ほら、エロに対して、貪欲さが今のところないじゃない。いや、二粒いった方がいいじゃないの。まあまあ、じゃあ、とりあえず。俺めちゃめちゃ貪欲やからな。今も立ってるからな。まあ、ほっか。ほっか。くるちゃん一粒でいいの？じゃあ俺二粒いくよ。じゃあ俺も二粒いくよ。あ、じゃあ行きましょうよ。うん。体内に入れるっていうのは、ね、いやー、そう。救いようがないもんな、おかしくなったら。じゃあ、いただきます。いただきます。すげえ、一遍にいけんの。飲みました。俺こういうの飲むめっちゃ痛くないの。なんだろう。お、来ましたね。ああ、飲んじゃったよ。これでエッチな気分になる。気分になるんかな。
なる？薬やからさ、やっぱその症状に出るまでちょっと時間かかんじゃない？待つだけだもんね。そうだね。これはもうちょっとあと待つだけになってくるから。一応、瞬間着火で書いてんけどね。なんか変化あります？今んとこないです。まあ、抜けって言われたら抜くけど。あ、ちょっと待って。全然来ない。全然来てない。来てる？気のせい、思い込み？俺は全然全く何の変化もないわ。ちょっと時間を置きましょうか。ティータイム。ティータイム。まあまあ時間経ちましたね。俺暑いわ、ちょっと暑くなってきた。俺もそうなんですよ。うん、なんか記事とか見たけど、やっぱ個人差あるみたいな。そうそうそう、なんかやっぱで、メンズは結構そのあんま聞かん人多いみたいな、女の子は意外と結構バチバチになってる人とかもいたりとかで、やっぱ個人差はあるんでしょうね、聞く人聞かん人。まあでもなんかちょっと暑いで、やっぱこの辺で、あの一個書いてあったのが、まあ、チョモちゃんに該当するんだけど、エナジードリンク飲んでる方は結構聞きづらかったりするみたいですけど、だからまあ俺は無理やな。俺一回ちょっと撮影外れていい？あ、ええ、ええ、ちょっと、なんか適当に繋いでおくか、ほんならごめん、ちょっとマジで無理わ。止める？ちょっと回しとこうか。まあ、なんか、なんだろうな、瞬間着火でっていうならシートの方が、もうバキッバキに熱くなったから楽しめるかどうかは分かりませんけど、そんな効果が分かりやすいのはシートの方かもしれないですね。福井は、なんだろうね、ちょっとこういうの私聞きそうっていう女の子をちょっとやってみたらって感じです。残念ながら下村宛ては、あのそこまでの効果は得られませんでした。残念。うるちゃん、うるちゃん、あげるよ。